リボンサイクル。こんにちは。こんにちは。これどこ？ここ。万博に来てます。なんで？サイクルモード2023に近いな。サイクルモード2023？うん。近いな。近い。なるほど。あんまりよく知らないですけど、うん、まあキャニオンとかのバイクブランドだったり、うん、あの各都道府県の観光系のショップだったりがあるみたいなんで、試乗もできる、試乗もできるみたいなんで、じゃあ行きましょうか。ぐるっと回ってみたいと思います。はい、はい、じゃあ行ってきます。ここはサンボルト。サンボルト、え、レース用のワンピース。いや、この辺の色いいけどね。そのミシミシ、それサイズなの？ XL。 全部繋がってんの？そう、サイコロジーさん。めちゃくちゃ派手やな。これ帽子とかいいんだね。エマージェンシーカード。はい、エマージェンシーカード、あの交通事故とかあった時に身元が分かるカードです。あ、そういうカードですか。はい、どちらがよろしいですか。これもらいました。はい、はい、エマージェンシーカードもらって。よかった。たった2つ。あれ乗りたかった。え、あれ乗りたかった。これめちゃくちゃかっこいい、ね、デザインが。来ました。スラム初挑戦ですね。あ、そうか、スラムなんですね。スラム、はい、じゃあ気をつけて行ってきてください。帰ってきましたね。めちゃくちゃゆる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 と。どない？いいね。え？お来年の駅。え？ディスクの。うん、止まる感じがすごい。あ、ディスク？すごかった、やっぱり制動力は。いつも乗りやってたら、あの、吹っ飛ぶかな。あ、そう。ここはトレックブースですね。まだ10時なんですけど。地上もできないんで。これ今年発売したキャニオンの新作ですよ、ね、めっちゃカラーばっかりかも。からフィードマックスかぶってくださいね。これガバッチョのやつよ。うん。梱包紙いくらなの？白が4000円で、黒がちょっとボコボコしてるデザインなの。4500円。あ、そうなの。はい。まあ、ええやん。なんか買わせようとしてるね。え？なんかええやんって言ったよね。似合ってます。似合ってますよね。いいですよね。その緑のワンポイントが可愛いです。なんか。ありがとうございます。帽子顔みたいですね。白に来ます。はい。お願いします。ファクターブース。めっちゃかっこいいな。ヘルメットみたい。なんかちょこちょこ置いてません？ちょこちょこ置いてるね。ちょっと興味ありますね、これ。欲しい、欲しいの。白つけてる方の、この横のここがいいな。この辺がいいんだよな、この辺が。花レーサー、花レーサー。横は網色です。あ、ジリストってこういうサイドスキンのやつあるんよ。4月発売。4月発売。まだなんすね。会社にある数少ないのを持ってきました。これ R5 でしょ、サーベロ。これがかっこいい。サーベロ見てた。うん、サーベロ。かっこいいな。アナレーザーのブースであるこれの…トップっていう、一般車、一般自転車用の乗前メーカーなんですけど。新しいブランド立ち上げて。ナンバー刺さながら一応イノシシみたいな感じで。そうです、はい。で、そうこうしてるとなんかタンバー刺さやましとかもなんかいろいろ共感してくれたけど、ぜひ宣伝してください。はい、タンバー、タンバー、タンバー、はい、タンバーかっこいい。はい、タンバー1等で T シャツ3等やった。ステッカーでT シャツ狙ってたんだこれ、この T シャツはどこ行ったら買えるんですか？これは、ネットで一応 EC サイトがあるんで、まもなくちょっと販売はしますんで、EC サイトチェックしていただけたら。なるほど。はい、はいはい、これ何のテントなんですか？こちら、ノグかな。はい、
ライトの、はい、あーなるほど、ちょっと暗くして、あそういうコンセプトだ、なるほど、ありがとうございます。サイクリング王国和歌山、本当そうです、なんかモデルコースみたいな絶景のコース、93キロ白浜からもらっていこう、もらっていこう。10月ですか。そうです、10月です。あ、そうなんですか。あ、小高はロングコースとミドルコースっていう2コース距離違うコース。毎年微妙にコース違うんですかね、これ。オレンジのところがロングで、今回のがミドルで、青のところに139キロ京都ブース、鬼の京都、この鬼の京都のやつもらおうか、サイクリングガイド。しんどいよこれ、鬼っていうぐらいか。嵐山行っていいねもいいかなって。嵐山行っていいねだいぶ遠いな。鳥取とか島根とか、あいいっすね、山陰地方。あ、ありがとうございます。都県全体のマップ、あ、最近のマップです、はい、上の方もね、そうですね、こっちの方が行きたい、大仙とか行きたい、大仙、鳥取、大仙、ヒルズ、激坂コースはありますか。激坂はいろいろありますね、しまなみでも結構、そうなんです、大三島の鷲ヶ塔山っていうところが一番高い山って言われてるんですけど、有名なのは、大島の、亀みたいな老人みたいな名前だと、ヒロさん、ヒロさんが有名ですね。どこ行きたいの、これどこにあるの。島根、そうなんです、島なのでこの北の方で、そうですねで距離的にはそんなないですよね。そうですね、あ、空港はね、ここ。あ、そうです。飛行機で行かないといけない。飛行機もあります。フェリーで。あ、フェリーでも行けない。フェリーで、全部島行けるので、はいはいはい、行って、で、フェリーに乗せてもらって、こう走ってもらうと。面白そう。ループがあったりします、ね、ここに、周回できるんです。ここがループになってるんで。面白い、ずーっと広島から入ってきてもらうと、ここでループ橋っていうのを走ってずーっと降りてくる。はいはい、どこ行くのも面白そう。道の駅とかもありますね。温泉もあるし。そうですね。お蕎麦が美味しい。水のそばとか。水のそば。ああ。ありがとうございます。ありがとうございました。フェリーで行って鹿児島。鹿児島、ああ、鹿児島ね。サンフラワーです。あ、大阪から。鹿児島まで直通なんですね。サンフラワーとかご乗船いただいたことはないですか。ないです、ないです。ありがとうございます。ちょっと2018年になるんですけども、船が新しくなりました。あ、そうですか。はい。これをもう一つちょっと見ていただくとあるんですけども、結構今の時のこうホテルっぽい、こうすごいですね。これ自転車持ち込めるんですか。ですね、旅行袋ございましたら、はい、持ち込みいただけますので。夜何時に出て、朝何時ぐらい。ちょっと早いんですけども、平日が17時出発なので、はい、週末になると17時55分の出発になりますね、うん、はい、で翌朝ですと、まあ、大体下船時刻で言いますと、まあ、9時ぐらいに出発できるようなイメージ。やっぱ距離 あるからですね。そうですね、15時間ぐらい向こうで飛んでますので、はい、まあ、ちょっと何でしょう、一泊と移動込みで考えていただけると比較的リーズナブルかなと思いますので。大岩はちょっと厳しいですもんね。そうですね、なるほど、はい。鹿児島どっか走るところはあるんですか。そうですね、鹿児島と、まあ、しぶしだとちょっと大隅半島の方に着くんですね。こっちの右側の方に着いちゃうんですけど、はい、でそうですね、ここが桜島になって、まあ一周するともう完全に 1日仕事にはなっちゃうんですけども、はい、結構この一概に大隅半島といいましても、こう名産品がいろいろありまして、はい、まあ、しぶしですと例えばうなぎが有名でしたり、はい、でちょっとこうしぶしがここなんですけど、反対側に行っていただくとカンパチとかが有名だったりしますので、結構グルメをこう食べながら自転車で回ってきましたとか、はい、そういったようなイメージでご利用いただけます。なるほど、はい、ちょっといつかは行ってみたいですね。はい、ありがとうございます。ちょっとそういうのももらっていいですか。はい、はい、
はい、またよかったらコメントください。ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございます。はい、お疲れさんです。どうでした？なんかいろいろ回れて楽しかったです。何をゲットスカットスカットのこのラバチョとキャニオンの限定のやつ。そうですね、これいくらなんですか？4000ぐらいです。4000ぐらい。あとは K さんがその、そうですね、僕はあのね、これベル買いました。バーエンドにつける。そうバーエンドキャップにそのままベルがついてるんで、これいいっすよ。純正品2700円。他はもうただでいただいたものが、モグのテルベットライトかな、指からも、うん、下げれるようなヘッドランプです。でこれがラックオフ の、まあ、あの一式のルグとか、うん、洗浄液とかですね。これライン登録しますね。そうそう、この下もジロのネックヒーター。そうそう、これジロでライン登録したらもらえるやつですよ。僕こっちにしました。結構良かったね、これいろいろもらえた。そうですね、チャプター2も使用できたし、うん、あとはね、やっぱり僕らあれですよね、今後のサイクルルートを参考のために。そうですね、3位かな。3位、その袋も使用する。次3位行きたいですね。この辺のゆるキャラに会えるように、ショルル、ブンカッキー、島根っこ、ここの辺行ってみたいなと思います。はい、じゃあ帰りますか。そうですね、はい、ラーメン食べて帰りますか。はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。